子育て副業ランニング。はい、どうもソータです。今日、いやー、憧れの皇居ラン来てます。もう今6時なんですけど、もうだいぶ走られてるランナーの方多いですね。で、皇居ランで今日は5キロ TT 頑張ってみようと思います。皇居って外周だいたい約5キロぐらいらしいんですけど、まあ信号なくて、しっかり、ノンストップで走れて、あとルールとしては反時計回りみたいですね。はい、なんでこの、一周頑張って5キロ TT していこうと思います。まあここまで、ジョグで、だいたい2キロ 2.5 キロぐらい、ジョグしてきたんで、体だいぶ温まってるんで、しっかり、ウォーミングアップだけして、頑張って5キロ TT 行こうと思います。それでは行ってきます。よーゴー。
you
5km 走ってきました、4km ぐらいですかね、4km ぐらいで、差し込みあってめちゃめちゃ痛くて途中、1回止まってしまったんですけど、まあいいペースで走れましたね、ぴったり4分ペースで走ってきました。なんで20分、5km かかってますね。いや TT 達成ならずですが、ちょっと、序盤頑張りすぎて、3km ぐらいですかね、で坂があるんで、結構ここがきつかったかなと思います。でも最後の方は下りなんで結構スピード
差し込みあったにかかわらず出せたかなと思います。いやー湯気立ってますね。久々ですこの、冬の感じ、しっかり頑張って、スピードも鍛えていって、まあ4分15秒、サブ3達成にはいるので4分15秒ペースが、楽になるように頑張って、練習積み上げていこうかなと思います。はい、そんな感じで、僕のこのチャンネルではスマートウォッチ使うとランニング本当に楽しくなったり、ランニングの質がめちゃくちゃ上がります。なんで、このガーミン僕がよく使っているのでこれの情報を伝えつつ、頑張って更新していって、サブ3 3時間切りフルマラソンで目指していければなと思います。応援してくださる方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は、この後研修なので頑張ってこようかなと思います。それではまた。